皆様こんばんは。ようこそ救世軍ゴスペルオータムコンサートにお越しくださいました。司会を務めます真鍋めぐみと申します。 ありがとうございます。救世軍ではコロナ禍になってから YouTube 配信でコンサートを行ってきました。しかし本日3年ぶりに対面のみでこのようにコンサートを開けますことを心より感謝いたします。そして皆さんお一人お一人を心から歓迎いたします。今日初めて救世軍のコンサートに来られたという方もいらっしゃいますと思うので、初めに救世軍の説明を少しさせていただきます。救世軍は世界133の国と地域で活動するキリスト教プロテスタントの団体教会です。救世軍の始まりは1865年、イギリス・ロンドンで創立者であるウィリアム・ブースが生活困窮者の方を助ける中、キリストの愛を伝え伝道活動が始まりました。そして1895年、日本での活動が始まりました。現在日本の救世軍ではおよそ40の教会また伝道所と同時に社会福祉施設また病院の運営を行っております。災害支援の活動も行っております。コロナ禍になりまして長らく皆様とお会いすることができませんでしたが、今日神様はこのようにして特別な時を与えてくださいました。そして今日は特別なゲストをお迎えしております。ホリー・ローレンさんです。ホリー・ローレンさんは宣教師ご夫妻のご長女としてお生まれになりました。作詞作曲家として数多くのアーティストに楽曲を提供され、ご自身もオリジナルの曲をリリースされています。レコーディングのコーラスまた CM ソングを歌うなど歌手としてもご活躍されています。また海外の教会賛美を日本語に訳され日本の教会を励まされています。本日はホリー・ローレンさんまたバンドの方々をお迎えできますことを感謝いたします。それではお呼びいたします。ホリー・ローレンさんです。拍手でお迎えください。なんて麗しい
私の罪も全部包んだ愛により私をMeu sol está aí,
そのままで来なさい。 Jesus is calling。
謝せよ。感謝せよ、感謝せよ。神様、今日あなたに感謝します。主がしてくださったことを何一つ忘れるな。今あなたがしてくださった良いことを思い起こしてあなたに感謝を捧げます。時として私たちはあなたがこうしてくれたら感謝できるのに、あなたがこうしてくれたら嬉しくなれるのに、神様がこうしてくれたら喜べるのに、そういうふうに思ってしまいがちな私たちをどうか許してください。そして聖霊様、今あなたに目を向けます。もうすでにあなたがしてくださった良いことを今思い起こしたいと思います。この救世軍を通してあなたがしてくださった数々の良いことを心から感謝します。良いことですか？良い方ですか？アーメンですか？良いことをしてくださいましたか？良いことしてくださってますか？アーメンですか？神様に賛美の拍手を捧げませんか？ハレルヤ。強めてください。あなたが始めたこの良い働きを私たちが最後の息を吸いて吐くまであなたに忠実でいられるために、どうかここにいるお一人お一人をあなたが強め、その霊で満たし用いてください。もしも疲れている人がいるのであれば、どうかその疲れをあなたが癒してください。そしてあなたが与えてくださってる毎日のたくさんの祝福に気づくことができますように、助けてください。日本のリバイバルはこれからです。信じます。またこの救世軍を通してあなたが素晴らしいことをこれからもたくさんしてくださっていること、してくださることを私たちは信じて感謝します。イエス様、あなたのように歩みたいです。一緒に歩もうと、その手を私たちに差し伸べてくださっていること、ありがとうございます。
レルヤ。皆さんこんばんは。私は旧西軍の士官学校、つまり進学校から来ました新学生の吉田と言います。よろしくお願いします。今日は私の救われた時のことをお明かしします。私が救われたのは刑務所の中でした。私は刑務所に13年間服役しておりましたけども、その3年目に劇的な出会いにより改心しました。私はありとあらゆる犯罪に手を染めてきましたが、その中でも一番自分がダメになったのは薬物でした。薬物とは別の事件で逮捕されたのですが、その時ももちろん薬物を使い続けていました。それで、私は逮捕されてから、留置所に移され、もうその時から禁断症状による、苦しみを味わっていました。その後、拘置所に移され、そして刑務所へと移されていきましたが、その時も常に夜中になると、関節の違和感や筋肉の痛みなどに、悩まされていました。私はもうこんなしんどい思いするんやったらもう死んでしまったらいいのになとこう思ったりもしていました。そして、刑務所で、一緒に勤めていた受刑者に宗教の教会クラブに行かないかということを声かけられました。私はすぐに、申し込みました。その理由はというのは、その宗教クラブに通うようになれば、刑務作業からたとえ1時間でも解放されるという、そういう不純な動機から申し込んでいました。それでもちろん何でもよかったので、仏教やら神道やらもうありとあらゆるやつを申し込んで10種類ほど申し込みました。それは全部不許可という判定になりました。その理由はというと、刑務所での行状が悪いという理由で、全部、没になりました。しかし不思議と最後の最後に申し込んだキリスト教が、許可になりました。それで私はキリスト教のグループ教会に通うようになりました。もちろん今お話ししたように不純な動機ですから、よその違う工場の人たちとぺちゃくちゃ話をしたり、刑務官の目を盗んで伝言を頼んだりとか、そういうことばっかりしていました。それでも教会士の先生はいつも同じ歌を一曲歌い、それと別の歌も歌うんですけども、必ず毎月歌う歌が慈しみ深きでした。もうそれももう毎月毎月歌われるとだんだん耳に残って、自分では鼻歌歌うようにもなってました。それでそのことがだん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 頭に残ってきて、聖書の話とかも全く聞いてなかったんですけど、いつも柔和な感じで 私たちの態度をもう全然咎めることなく、柔和な接し方をしてくださっていたその教会士の先生のことを、一体あの人は何がしたいんかなと思うようになりました。それで、その先生が差し入れしてくれた聖書というのを一回ちょっとめくってみようかと思って、パラ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 めくり出しました。もちろんその時は最初から読むわけでもなく、ただめくって何か気に入るフレーズがあるとそこをちょっと読むっていう程度のもんでしたけど、ある時めくったところに自分の目に飛び込んできたのが、私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ、立ち返れ立ち返れお前たちの悪しき道からというエゼキエル書の御言葉でした。私は常に死んでしまいたいと思っていたので、この御言葉にすごい心惹かれました。それでいつものように規律違反で摘発されて、懲罰房という畳3畳の部屋に隔離されることになりました。ここでは朝から晩まで座って、ただ壁を見て座っているというだけの生活です。それで、その日の座っていると、もういつもその日は暑い日だったんですけど、なんかいつもよりすごく暑く感じて、もう今日の暑さこれどないなっとんやと悪態をついて、その日の指す方を振り返りました。すると火がカンカンに照って、窓枠越しに火が差すもんですから、畳の上にその窓枠を通してきれいな十字架の影が映し出されていました。一般的には、流れ星に祈るということをよく耳にしますけども、私はその十字架の影に祈ってみました。神様ほんまにおるんやったら、もうこの苦しさからどうにか解放してほしいと祈ってみました。するとなんかこう、もしおるんやったらじゃなくて信じるものになりなさいと、なんかそんなようなささやきを感じたんですけど、ただその時は感じただけでした。
それで、その日の夜また消灯時間を迎えた時に、ああまたあの筋肉の違和感とか関節の違和感で夜中目覚めてしんどい思いするんやな、もうこんなんやったら朝になったら死んでたらいいのになと思いながら寝ました。するとその日の、その日の夜中、先ほどの御言葉です。寝ていると頭の中で、私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ、立ち返れ立ち返れお前たちの悪しき道からという声を聞きました。それで私はパッと目が覚めて、一番最初に気づいたことは、毎日毎日夜中起きるたびに悩まされていた、それから解放されていたんですね。全くなかったんです。それで、え、じゃああの昼のあのなんかささやきみたいな感じで、あれ何やったんやということで、あれはイエス様かという、もうそこで一気に確信を得ました。それでえらいことが起きたと思って、懲罰が終わって一般の工場へ戻されたときに、教会士の先生に会って、その中の出来事をすべて話しました。それで教会士の先生に、先生、イエス様は自分の救い主ですわ、自分はもうこのまま一生クリスチャンとして生きていきますわと、教会士の先生に打ち明けました。すると教会士の先生は、それは素晴らしいことやねと言って、7ヶ月間準備期間を経て、私は刑務所の中で教会士の先生より洗礼を受けました。それで私は、出所してきて、まあ、今に至るんですけども、その今のこの状態の私を、その昔のことを知る人たちは、私が薬物に手を出さない、酒にも手を出さない、またタバコも吸わない、ギャンブルもしないって、信じられへんわということです。まあ、もちろんそりゃそうやろうなと思います。自分もその体を壊したわけでもないし、病院にかかって治療しているわけでもないのにということで、みんなが信じられへんっていうのはすごいわかります。ただこれは、科学やなんやでこの説明できる問題ではないんですね。ただただ神様の一方的な憐れみによって私は救い出されたんです。そしてそのことを周りの過去のことを知る人たちに説明しても、なかなか、まあ、説明がつかないんですけども、その私の行状が良かったからとか、私が何かすごい素晴らしいことをしたからとか、だから私が救われたのかといったら、全くそういうこともないんですね。これはただただ神様からの、恵みによる、救いであるということを私は、みんなに、言っています。私は、まあ、そのことの証人でもあります。このことの証人であるということを今ここに明かします。ハレルヤ。吉田信也候補生、証しをありがとうございました。それではこれより皆様に聖書のメッセージをお届けいたします。今回イギリスから世界の救世軍のリーダーであるブライアン・ペドル大将をお招きしております。ペドル大将はカナダ出身で、1977年から救世軍士官伝道者としてご奉仕をしています。またカナダ、ニュージーランド、イギリスなどさまざまな国で働きをされ、2018年から救世軍の大将としてご奉仕をされています。それでは大将をお迎えいたします。ブライアン・ペドル大将です。My privilege to greet you in the name of Jesus Christ, our Savior. 私は皆様にイエス・キリスト救い主の御名においてご挨拶を申し上げます。I am giving thanks for the anthems of praise and for the testimony. 本当に素晴らしい賛美、そして証を感謝いたします。And thanking God for the opportunity to share the word with you this evening. そして今晩聖書の御言葉を皆様にお分かちするこの機会を与えてくださった神様に感謝いたします。I want to begin with reminding you of a story in the Old Testament. 旧約聖書に書かれた一つのストーリーを今晩お話しさせてください。It is a story about Isaiah. イザヤという人です。May I read for a moment, please? イザヤ書をお読みしたいとお読みます。In the year that King Uzziah died, ウジヤ王が死んだ年のことである。I saw the Lord. 私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。
He was high and lifted up. 高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。And the seraphs described him as holy, holy is the Lord Almighty. 上の方にはセラフィムがいて、彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。The whole earth is full of his glory. 主の栄光は地をすべて覆う。And then Isaiah said, そしてイザヤは言った。Woe is me. 災いだ。I am ruined. 私は滅ぼされる。I am a man of unclean lips. 私は汚れた唇のもの。And yet my eyes have seen the glory of the Lord. しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。I believe that the Salvation Army was raised up by God to serve and to share the gospel. 私は救世軍がこの救いを伝え、また皆様にお仕えするために神様によって起こされたと信じています。I lead a Salvation Army that's now 157 years old.今救世軍はですね157歳は迎えておりますが、And it serves in 133 countries of the world. 今世界133カ国で活動しております。 Our identity is framed by our understanding of God. 私たちが何者であるか、それは神をどのように理解するかによって形作られます。 We believe in the authority of Scripture.私たちは聖書が神の言葉であると信じています。God's word, and we know that we can trust in it. 神の言葉なので、それは信頼に足ると信じているのです。We rely upon the promise of God's presence. そして神が共にいてくださるという約束も信じています。It is unquestionable, and you can know it. これはですね、本当にもう信じるに足ることです。We daily pray for God's power in our service. そして奉仕するにあたって力が与えられるように毎日神様に祈っています。We believe it's a power that you can rely upon. その頼りにすることのできる力があると信じているのです。We live our lives as Salvation Army under a banner. 私たちはこの救世軍の旗の下で活動してますが、The banner comes from Ephesians 3 and 20.この救世軍の旗というのはエペソ書3章から来ています。 He is the immeasurably more God. 神は私たちの想像をはるかに超えて神でらっしゃる。 And so when I read the story of Isaiah, 今イザヤ書の物語を読みましたが、 I see myself. ここにですね、自分自身を見出すのです。Isaiah had a vision of God. He saw the Lord. イザヤはですね、主である神をその目で見ました。But if you look carefully into the story, しかしこの話を細かく見ていきますと、Isaiah also saw himself. イザヤはまたですね、自分自身に直面させられたのです。And from these familiar words tonight, 今晩皆様知っている言葉かもしれませんが、I want to invite you to have the courage. 私は皆様を励ましたいと思います。To have an upward look towards God. どうか皆様の顔を上げて神様を見ていただきたい。To see him high and lifted up. 高きところにいます神を見ていただきたいのです。To sense something of the holiness of God. そして神が清いお方であると感じてください。And then to have the courage to look at yourself. その後に自分自身を見つめる勇気を持っていただきたいのです。And perhaps acknowledge. そうすると気づくことは、That we need to be more like our heavenly Father. 私はもっと天の父なる神様に似たものになる必要があるという自覚を感じるでしょう。It's interesting that Isaiah begins his story in the year that King Uzziah died. イザヤがこのビジョンを見たのはウジヤ王が死んだ年であるというのは興味深いですね。It was a difficult time for the nation of Israel. これはイスラエルの国にとって本当に悲しみの時でした。It was a difficult time for Isaiah as a prophet.イザヤは預言者でしたので、彼にとっても辛い時でした。These were unusual circumstances. これは通常とは異なる状況でした。Maybe similar to our circumstances. もしかしたら私たちが置かれている状況と似てるんじゃないでしょうか。In the days in which we live.
私たちはその悲しみの時を過ごしました。 It's fair to say that Isaiah was facing crises after crises. まあイザヤはですね、国の困難、災難に連続して合わせられました。 His nation, the people were in a mess. 本当にその国はですね、ひどいありさまになってしまったのです。But I'm intrigued by the fact that it is in those moments that Isaiah actually saw God. しかしそういう状況のただ中でイザヤは神様を見させられました。 Might I suggest to you? これは皆様にとってヒントになるかもしれません。 That God comes in the ordinary times of life. 神様は人生のごく普通のところにいらっしゃいます。 And often comes when life circumstances are very uncertain. あるいはですね、人生がどうなるかわからないという不安な状況にも神様はいらっしゃいます。 But somewhere in these circumstances, Isaiah had a desire to see God. しかしそういう状況の中でイザヤは神様を見ました。 Isaiah was looking for the King of Kings. イザヤはですね、王の王を見ました。 He needed to see the sovereign Lord. この全能の神を見る必要があったわけです。 In that vision, he saw the holiness of God. そして神の清さというものを見させられました。 He saw the glory of God. 主の栄光を見たのです。 He saw God enthroned on high. 御座におられる神を見たのです。 And almost as a reflecting back to Isaiah.でその光に照らされて自分に帰ってきました。Isaiah said, I'm in trouble. ああ、私はひどいありさまだ。And out of Isaiah's encounter with God, そしてイザヤは神に出会ったわけですが、there came some very beautiful things. この素晴らしい言葉が記されています。And because Isaiah had that experience, イザヤはその経験を持ちました。I suggest that each of us can have that experience. 皆さんもイザヤと同じ経験をすることができるのです。And so for Isaiah, it came in this way. イザヤはこういうふうにして神様に出会いましたが、Having seen the holiness of God, 神の清さを見たことによって、There was a desire for him to confess his sin before God.イザヤは自分の罪を告白しなきゃいけないと分かったわけです。In that confession, Isaiah was looking for forgiveness. この罪を告白する中で罪を許され清められたいと願ったわけです。And of course, out of that kind of exchange, when God forgives, そしてそのことに対して神様は許しを与えてくれました。Just like the cadet's story.これはすべてですね、一つにつながって動いている話です。God then wants to use. そして神様はイザヤを用いるとおっしゃったのです。And Isaiah found himself in the position. イザヤはですから神の前に立ちました。Where a calling came. そして神様に用いられるという召しが来たのです。Ascending took place. そして神様によってイザヤは使わされていきました。And in all that was happening between this vision and Isaiah realizing his sin. これはすべてですね、イザヤが神を見て自分の罪を自覚したその結果です。Purity was provided. そして彼は清められました。Sin was forgiven. 罪は許されました。And cleansing became personal. 彼は個人的に清くなるという経験をしたのです。Permit me to say to you tonight. 今晩お許しがあればこう言わせてください。That this experience of Isaiah. このイザヤが経験したことは。Is not kept in history.これは過去の歴史で終わっているのではありません。When God comes to us today, 今日も神様はここにおられます。While our world is in great difficulty, 今世界は困難にありますけれども、While COVID continues to impact our lives, コロナは私たちの人生にまだ影響を及ぼしていますけれども、When maybe many uncertainties exist amongst us, 皆さんの中にもそれを経験された方があるでしょう。God is not distant from us. しかし神は私たちから遠くにおられるわけではない。We can see His hand of blessing. 私たちは神の祝福の手に触れることができます。We can see His hand of guidance. その手が導いてくださることができるのです。
And we can see his welcome to us. そして主は私たちを迎え入れてくださいます。As we make our prayer to him. 私たちが祈るとき答えてくださいます。Isaiah's response was a prayer. イザヤは祈りを持って応答しました。I am ruined, he said. 私は本当に滅ぼされると言ったのです。It was a recognition of how much he needed God in his life. それはつまりですね、自分は本当に人生の中で神を必要としているという自覚でもあったわけです。And I wonder if there's somebody here tonight. 今晩そういう方がもしかしたらおられるかもしれません。Who needs God in their life in this way? 人生の中でイザヤのように神と出会う必要がある方が。I suggest to you and to myself. 私は皆さんにまた自分自身にお勧めをいたします。That if we dare lift our eyes to the heavens. 私たちが本当に目を天に向けて。If we become seekers after God. そして神を求めていくならば。Then God will reveal Himself to us. 神はご自身をあなたに表してくださいます。And we have then the opportunity to experience His forgiveness. そして私たちは許されるという経験をするでしょう。His cleansing. 清められるという経験をするのです。And the placing of His power and presence in our lives. そして神の力が私たちの人生に注ぎ込まれてくるのです。And maybe we too, with Isaiah, hear the words. 私たちもイザヤと同じ言葉を聞きたいと思います。Here am I.ここに私がおります。Send me. 私を使わせてください。And God will use us. 神が私たちを用いてくださいます。I want to leave you a verse from the Old Testament. 最後に旧約聖書の言葉を皆様に差し上げたいと思います。It's a verse for our people who are here tonight and the people of Japan. これはまさに今晩集われた日本の皆様への言葉だと思います。And it's a prayer for the nation. また日本のための祈りであると思います。2 Chronicles 7 and 14. 歴代志下7章14節の言葉です。If my people who are called by my name. もし我が民が私の名をもって私を呼び求めるならば、will humble themselves and pray.私の前にへりくだって祈り求めるならば、私を求め、その顔を私に向けるならば、そうするならば神はこうするというのです。私は天からその祈りを聞く。I will forgive their sin. その罪を私は許す。And I will heal their land. そしてその命を癒す。I saw the Lord. 私は主を見ました。But I saw myself. そして自分自身を見させられました。And God, through His grace, 神の恵みによって、made it possible for me to know the cleansing that He offered. 私は罪から清められるという経験を知ることができました。The gospel is good news. 福音とは良い知らせです。For anyone who will hear, 誰にとってもです。And for anyone who will respond. そして祈りに応える人にとって、誰にとってもです。I saw the Lord. 私は主を見ました。You can as well. あなたも見ることができます。May God bless you. 神の祝福がありますように。I invite you to stand with me. 皆さん立っていただけるでしょうか。And let's lift our eyes to the Lord. そして私たちの目を主に、神様に向けましょう。As I pray with you. そしてお祈りさせていただきます。Lord God, we thank you for your presence here with us tonight. 父なる神様、あなたが今私たちと共にいてくださることをありがとうございます。And we lift our eyes to you. そして今私たちは自分の目をあなたに向けます。Because you are our God. あなたは私たちの神。And as we look at you, Lord, we realize that there is sin in our lives. 私たちがあなたを見るときに、その光によって自分のうちには罪があるということに気づかされます。So we pray tonight for your salvation.
神様、あなたの救いを必要としています。We pray for transformation. どうぞ私たちを作り変えてください。Lord, heal our lives. 私の人生を癒してください。Make us whole as we stand in your presence. あなたがいらっしゃるところで私をもう一度癒してください。We thank you for your word. あなたの言葉をありがとうございます。It is powerful to our hearts this evening.私たちの心に力強く語りかける言葉です。And so we pray that you will touch our lives. どうぞ私たちの人生に生き方に触れてください。We thank you for music. 神様、音楽のゆえに感謝いたします。And we have been blessed by the music tonight. 今晩、音楽に多くの癒しをいただきました。You speak into our hearts through music.音楽を通して神様あなたは私たちに語りかけてくださいます。And we celebrate you, Lord Jesus. イエス様あなたを祝い喜びます。May our hearts sing your praise always. 神様どうぞ私たちの心がいつもあなたに賛美を捧げることができますように。May our lives glorify your name. そして私たちの生き方があなたに栄光をお返しするものでありますように。And may we worship you, our Lord God. どうぞあなた主であるあなたを私たちがいつも礼拝することができますように。Continue to bless the singing tonight.神様、今晩のこの音楽をさらに祝福してください。We pray for Lauren and the band. ローレンさんとまたバンドの方々のためにお祈りします。We give you thanks for their ministry here tonight. 今晩のそのミニストリーの家に感謝いたします。Continue to bless them and use them for your glory. どうぞバンドの方々またローレンさんを特に祝福してくださってあなたの皆が崇められますように。And may everything that has happened here tonight. そして神様今晩この場所で起きた一つ一つのこと。Bring honor and glory and praise to your name. すべてが神様あなたの皆に栄光と誉れがお返しされますように。And we pray this prayer in the powerful name of Jesus. この祈りを力強いイエス様の御名によってお祈りいたします。Amen. Amen. Amen. 今日はこうして皆様と共に恵みのひとときを過ごせたことを感謝いたします。これからの歩みにおいて神様の力強い導きがありますようお祈りいたします。さてここでご案内をさせていただきます。明日11月20日日曜日午前10時からこの会場近くにあります共立講堂で救世軍の礼拝連合聖別会が行われます。会場が広いため事前登録の必要はありません。ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。また今回感染対策のために CD の販売は行っておりません。ローレンさんのホームページから CD をご購入することができますので、ぜひお買い求めください。賛美のある生活を楽しんでいただきたいと思います。皆さんここで終わりは寂しいですよね。もっと賛美に浸って帰りたいですよね。ぜひもう一度ローレンさんまたバンドの皆様に出てきていただいて、もう一曲歌っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしかったら手拍子なんかしてくれますか？